頑張って。つまらん、もう帰りたい。砲台の設置はまだか。レオン様、重要な任務なのですから、そんなにぶーたれないでくださいよ。お前らも運がないな。あの役立たずの王子にはこき使われるし、その上俺のことも見張ってなきゃならんし。王子殿下は役立たずなどではありません。戦争で故郷を失った我々に新しい場所を与えてくださったのです。なるほど、あれはあれでそういう良い面もあるか。将軍、敵艦一隻こちらに接近。お、次はもっと歯応えのあるやつだといいな。こいつはお笑いだ。こんな若造まで戦に駆り出さねばならんとは、連邦の人不足は相当深刻と見える。見くびるな。僕らはお前らの将軍マスターベリオンを破ったんだぞ。お、面白い。ベリオンを苦しめるほどの奴の血なら、この剣に吸わせるのには上等だな。私は帝国十三翼のレオン、黒獅子レオンだ。地獄へ行く前に最後に聞く名前だ。よく覚えておくといいぞ。格の違いを見せてやろう。あなたを守るなら、私は神を殺せる。どうだ、帝国の将軍、十三翼と言っても大したことないな。ああ、そうだな。もうそろそろいいだ。なんだと？ウォーミングアップは終わりだ。これからが本番さ。何？アルフィン、ミア！こいつ、化け物か？剣を抜いたと思ったらみんなやられた。剣を鞘に収めたまま腰だめに構えるあの姿、まさかあれは極東に伝わるという剣技か。よくかわしたな。少しは楽しめそうだ。今の一刀で殺せると思ったが、二人とも我が居合の間合いからよく逃れた。威厳さん、冗談じゃない。あんなクソでかい剣で居合斬り、しかも左右にいる俺たちを同時に切りつけるなんて。さっきの仮面と戦ったばかりでみんな疲労しているんだ。いや、たとえ万全な状態でもきっとあいつにはかなわない。逃げるだと？我々が退いて一体誰が砲台を潰すのだ。我々がしくじれば要塞とその後ろにある町は全て廃墟と化すのだぞ。どうした、たった一度の打ち合いでおじけついたのか。さあ、続けるぞ。仕方あるまい。アルフィン、砲台の破壊はお前に任せる。できるか。いや、まさかたった一人で奴を抑えるつもりなのか。Yeah.
このままではみんな死ぬ。他に方法があるか。わかった、すぐ戻る。それまで持ちこたえてくれ。おいおい、俺をたった一人で相手にできるっていうのか。お嬢さんがそう考えるのは勝手だが、そいつはちょっと自分に対して過大評価じゃないか。確かに、私がただの人間の小娘なら貴様にはかなうまい。しかし今周りには誰もいない。私の本当の力を見せよう。我が名はニア、クラディルトの聖騎士、そして天空を舞う白き翼。あ、なんだこの霊祖の本流は。お前はまさか。面白い。ようやくこの戦いが面白くなってきたぞ。頑張って。要塞に侵入した帝国兵は全て撃退しました。負傷者は数名、いずれも軽傷です。よし、お次はあっちに浮かんでる帝国の機関だ。俺が指揮する。ナナはここに残れ。後のことは任せた。負傷者の治療が最優先だ。わかりました。あと、私をナナと呼ばないでく。アバン、伏せて。一歩遅かった。くそ。悔しがってる暇はない。第二射までにあの砲台を破壊するんだ。奴を止めろ。絶対にグスタフに近づけるな。そこをどけ。羽ばたけ天使よ、私に力を貸して。エンジェルグランドフィナーレ、負けないから。アンジェル、死は一瞬だ。もらった。普通は一瞬。砕けろ。なんとか砲台を。大したものだ。この短時間で親衛隊を蹴散らし、砲台まで破壊するか。これで要塞を攻撃する計画はおじゃんだ。お前らなかなかやるじゃないか。黒獅子レオン。頑張って。お前、ニアに一体何をしたんだ。彼女を返すぞ。ニア、ニア、よかった。気を失ってるだけみたい。でも全身傷だらけよ。ひどい。この娘があまりに大言壮語を吐くのでな、
ちょっと本気になってしまった。しかし女の子を殺すと寝覚めが悪くなるんでね。安心しろ、その娘はお前らが思っているよりもずっと強い。この野郎！若造、俺は彼女を選手として認めたからこそ真剣に戦ったのだ。そこにいる白髪の娘、よく見れば情報部が血眼になって探してる白の神じゃないか。好都合だ。お前ら彼女を捕らえろ。はっ。くそ、アーシャに近づくな。戦いとなれば容赦はしない。下がれ。でなければ命はないぞ。何があろうと俺は絶対逃げたりしない。そうか、分かった。では遠慮も容赦もなくお前を斬る。俺が相手だ。もらった。射抜き。よかった。私もっとしっかりしなきゃ。アルフィン、やめて、もうやめて、お願い。おや、まだ立てるのか。だがフラフラだぞ。体を覆っている防御レースに助けられたな。それがなければ体が真っ二つだったはずだ。おい、聞いているのか。立ったまま気絶しているのか。なんだよ、無駄口になったじゃないか。ではこれでさよならだ。アーシャ様に近づくな。なんだこいつは。どいてろ。白の神、見たところ普通の女の子と変わらない。しかし念のため眠らせておいた方がいいな。私はこのまま囚われの身になんてならない。喰らいなさい。確かに凄まじい力だ。しかし当たらなければ意味がない。終わりだ。しかしその代償に部下たちは全滅だ。俺一人で彼女を連れ帰るのは面倒くさいな。これはどういうことだ。素っ裸で冷凍庫に放り込まれたかのようだ。殺意によって全身を凍らされたかのようだ。この俺が抗うこともできん。これほどの使い手がこの場にまだ残っていたというのか。な、お前、この野郎、アーシャに触るな。
頑張って。アルフィン、あなただけは絶対に生き抜くのよ。一体何があったんだ？こいつに何が？絶対アーシャには近づけさせない。誰であろうと、もう二度と俺の仲間を傷つけさせたりしない。数ばかり増えているが、それだけで俺を止められると思っているのか。な、構えが変わった。そしてこれは隙がない。ますます面白い。若造、もっと俺を楽しませろ。俺に力を貸してくれ！格の違いを見せてやろう。もらった！よかった。私もっとしっかりしなきゃ。ははは、私をここまで追い詰めたのはお前で二人目だ。面白いぞ。とことんまで楽しませてくれ。何がどうなっている？まさかあの黒獅子と互角に戦っている？いや、アルフィンのスピードがどんどん上がっている。アーシャ、私が気絶している間に何があった？いえ、私にもわからないの。二人とも止まった。もう限界だ。お互い次の一撃で決着をつけようとしている。こんなに充実した戦いは実に久しぶりだ。感謝するぞ、若造。いや、アルフィン。例代わりに教えておいてやろう。次の一手、俺は奥義を持ってお前を切り果たす。それがお前に対する最大限の敬意と知れ。もらった。お前の動きは全てお見通しだ。我が奥義にかかって死ね、武功人。勝ったぞ。いや、何？不発？剣の鞘か。鞘で攻撃を仕掛けることで黒獅子の奥義を引き出し隙を作った。それじゃあ剣は？落
ちろだな。そう来るか。こんな手があったとはな。お前のことは覚えておく。次は必ず決着をつけよう。楽しみにしているぞ、アルフィ。ゾウリムシ、いや、アルフィン。こいつのおかげで帝国の企みはまたついえた。グスタフの砲撃を食らったプラタル要塞は大半の機能が失われた。二射目の前にグスタフを破壊できたことは不幸中の幸いだった。今回の戦いで帝国の十三翼を破ったアルフィンは連邦兵の間ではすでに英雄と呼ばれている。嬉しいことだけど、ただ国威の仮面パラドックスが語ったことが頭から離れない。でも今戦士たちに一番必要なのは束の間の休息だ。な、え、だだだ、ナナ、怪我人にはもう少し優しくしてくれないか。医務室でタバコを吸うような人を怪我人扱いできますか。しかも隣のベッドにはニア様がいらっしゃるのですよ。せっかく九死に一生を得たんだ、少しは多めに見ろ。それに俺はここのボスだ、少しはメンツというものもある。要塞が砲撃されたとき、私がギリギリのところで霊術の盾で防いだから、みんな無事だったんです。あのとき、何の役にも立たなかったあなたに、何のメンツがあるというの？グーの根も出ない！おい、もう少し静かにできないのか？すまんすまん。聖騎士殿、いやニア、お前たちのおかげで戦いに勝つことができた。この前は申し訳ないことを言ってしまった。そんな言葉を聞くために手伝ったわけじゃない。そうか、それじゃあこれ以上は言わん。ああ。ナナ、ちょっと行ってくる。え？傷もまだ治ってないのに、一体どこへ行くのです？ここではタバコを吸えないから、表で吸ってくる。それから戦いで死んだ兄弟たちの墓を建てないと。忙しくなるぞ。やっと静かになった。いや、傷は大丈夫かね。大司教ゲイカ、どうしてこのようなところに。戦いで負傷したと聞いての見舞いに来た。白の神についての報告はもう読ませてもらった。お主は彼女を高く買っているようじゃの。白の神、いえ、アーシャがたとえ予測不可能な力を持っているとしても、彼女はそれを誤った方向に使いはしないと思います。
そうか。それでは今をもってお主のアーシャらに対する監視任務を解く。ニア、彼らと共に行きなさい。大司教外科。お主がこの老いぼれのもとに来てくれて早6年が過ぎた。お主がそばにいてくれた間、わしはとても充実した日々を送れた。いや、お主はわしの誇りだ。何を突然。お主は他者に心を開くことができぬ。そしてわしはそんなお主の孤独な背中を見守ることしかできなかった。わしはお主の求めているものを与えてやることができぬ。それはラバル女王も同様だ。しかしあの少年ならそれができるのではないかね。でグダグダな生活にすっかり慣れてしまった。だがそろそろ体を動かしてアクティブな毎日を取り戻さないといけないな。アーシャ、アンジェリーナから教えてもらったんだけど、次の目的地は四季の塔だって。どこの国にも属さない中立の霊術学院だろ。ここに記憶のかけらがある。オッケー。ここの要塞にももう随分長くいるし、そろそろ旅を再開しようか。待て、ニア、まだついてくる気なの？無論だ。お前たちの監視は私の使命なのだからな。今日はとても面白いものを見せてもらいましたね。止まれ、パラドックス。おや、ナイトではないですか。どうしました？怖い顔して。白の神を逃がしたわね。正常に逆らうつもり。私が我が主に背くはずがありません。彼女を自由に行動させるのは、記憶を取り戻すことが主にとっても益となるからです。なんだと。戦いが専門のナイトには言ってもご理解いただけないでしょう。白の神と我らが主との関係は複雑。そう簡単には説明できない。それはそうと、キングの状態はいかがです？目覚めた後もずっと不安定な状態が続いていると伺いましたが。王のことは心配しなくていいわ。でもよく聞きなさい。たとえどんな理由があろうと、正常に逆らうような真似をしたら、私がすぐさま貴様を殺してやる。怖や怖や。私のしていることは、すべて青き教会を起動させ、来るべき大災厄に備えるためですよ。